皆さん、こんにちは。いつも誘ってんじゃん TV をご覧いただき、ありがとうございます。今、森谷駅松山空港にいるんですけど、これから福島の方に向けて、出発したいなと思ってるところです。だいたい試合の時にはね、前日に移動するんですけど、今回移動がバタバタというのもあるんだと思うんですけど、試合の2日前に移動という形になっております。明日がね、前日練習は福島で前日練習を行うということで、ちょっと特殊な形なんですけど、また遠征動画をしっかり撮っていきたいなと思ってるんで、皆さんお付き合いよろしくお願いします。それでは皆さん、出発していきたいなと思います。フライトシュー、今無事に、そう、今動画撮ってる、ごめんね。今5時前無事に羽田空港到着です。これから3時間半ぐらいかけて、バスで福島の方に移動していきます。バス出発、行ってきます。が寒い。できてー。長旅です。長旅。千代田どこ？千代田はね、高校は多分栃木。じゃあ俺が。白いで。栃木が。栃木が茨城。どっち？茨城。当たってるやん。え、当てた。栃木なわけないやん。違った。ちょっと、ほんと、なんやろじゃないの。ほんと。タクト。タクト。タクトのお尻取っとこ。プリケツ、プリケツ。はい、ケンタさん入ります。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 今。園田選手、時刻は7時前ですね。あと何分？そうね、到着。おばさん今1時間40。1時間40ってことは9時前ですね、到着は。長旅です。まあ、行った。肌ゴールキーパーコーチも寒そうだ。タクト、タクト、すごい。
わーおー、ありがとうございます。すごい、すごすぎる。わあ、すごいお出迎えです。これはわあ、すごい聖地 J ビレッジ。うわあ、何年ぶりだろ J ビレッジ。もうここは、うわあ、鳥肌が立つ。本当にここはもう僕にとってはね、森脇にとってはもうかけがえのない場所ですね。それこそナショナルトレセンもここで、開催してくれてましたし、また、クラブユースとかね、全国大会はもう本当ここで戦ってたんで、もう再び来れて感無量ですね。青春時代をねここで捧げたっていう、もうたくさんのチームとバトルしたっていうのがあるんで、もうこれは今日は鳥肌です。すごい、うわーすごいな、すごい。これは聖地 J ビレッジ、うわー最高だ J ビレッジ。食事会場です。 J ビレッジ集合、お疲れ。うわっ、すごい祝優勝愛媛 FC コングラチュネーション、すごい。やば、鳥肌だこれは。あ、すごいです、撮らせてもらってます。すごい、あ、ありがとうございます。これはすごい、これ集合すごいね。ねえ、ボリューミー、夕食、夕食です。美味しいタイが大きくなっていっぱい食べて。あ、マジでさすが健康タグだ。N613 J ビレッジのお部屋は、待って、うわ真っ暗、ズドーン。お、めっちゃ綺麗。わ、なんか昔来てた時はあんまり J ビレッジに泊まってはないんで、あ、こんな感じだったんだっていう感じですね。ずっと綺麗ホテル。いやー、今日は J ビレッジ、森脇亮太の聖地J ビレッジで、森脇亮太だけじゃないな、日本サッカー界の聖地 J ビレッジで今日は一夜を過ごします。外どんな感じなんだろう。わ、真っ暗だ。こんな感じですね J ビレッジ。皆さんお疲れ様です。今時刻は、何時だ、9時半を回ったところなのかな。部屋に戻ってきたんですけど、ご飯を、夕食を食べて部屋に戻ってきました。羽田空港から、まあ、福島まで J ビレッジまでバスで来たんですけど、結構長旅でしたね。まあ東京がね結構混んでたんで時間がちょっとかかりましたけど、はい、無事に到着できてよかったなと思います。明日は前日練習になるんですけど、 J ビレッジで練習をして、次の目的地の方まで向かう予定になっております。明日はなんでホテルは J ビレッジじゃなく違うところですね。はい、またカメラを明日回します。今日は疲れたんでゆっくり休みたいなと思ってます。皆さんおやすみなさい。Good night。 皆さんおはようございます。今時刻は7時を回ったところなんですけど、これから朝食に行ってきます。しっかり食べていきたいなと思います。行ってきます。
チームだこれ。マリーズ。マリーズ。中田ヒデプス選手。おお、日本代表のユニフォーム。段差があった。朝の J ビレッジです。おー、グランドが綺麗だ。すごいな、本当にここで今日練習できるなんて幸せです。しっかりいいトレーニングして明日の試合に向かっていきたいなと思います。ポイチさんが吠えてるぞ。頑張る日本代表。急にモテギ選手筋トレ始めた。急にな、めちゃめちゃリラックスじゃん。バカ意識高い。おお、うわすごい、急にストレッチ始めて。さっき、ああ、そう、花さん、すいません、ちょっとミーティングが始まる。そうですね、いや、急にカメラマネージャーさんも意識高く、めちゃリラックスでテレビ見てたじゃん、あいつもね、全然、すごいな、ここにもいて、意識高いのが、タクト、急に始めたんかな、タクト、でもね、バレた相手。急にねえこれやらなあかんって、ね、気合いで面白い。あ、こっちも筋トレ始めてる。ユートが何回目ですか？100回目ぐらい。102、えぐ、102いった。105、すごい。練習を終えて今から J ビレッジを離れます。 J ビレッジありがとう。本当に僕自身の青春の場所なんで、もうここで本当にあの下のね、ちょっとちらっとしか見えないけど、あそこの下ではガンバ大阪ユースと熱戦を繰り広げたり、奥では FC 東京とね熱戦を繰り広げたり、数々の青春の思い出がここに詰まってるっていうスタジアム J ビレッジですね。あの本当今日も練習しながら、鳥肌が立ちながら練習してました。ありがとう J ビレッジ、また来るよ。よっしゃ、それじゃあ出発するぞ、レッツゴー。今から昼食に向かいます。ランチタイムですね。 J ビレッジの通路を通過しながら向かいます。お、ラウンジ、お、日本代表エリア。ちょっと売店に入ります。
おお。ちょっとカメラ回させてもらっていいですか、グッズ。ありがとうございます。お、真嗣が、香川真嗣選手が映ってます。久保建英選手、南野選手、日本代表グッズがずらりですね。すごい、サムライブルー。本当、小学校とか、中学校とかでね、ここに来た時、日本代表グッズを買うのが嬉しくて嬉しくてたまらなかったの、今でも覚えてますね。金ホルダーとか嬉しいんだよな。今から練習終わってランチタイム。ランチタイム。ベム、ゆうと。2時間やったけど頑張ろう。長いね、長旅ですわ。今から2時間かけて移動です。ありがとう J ビレッジ。相馬市観光マップ。いい天気やね、大河。します。なんか来たことがあるような感じがするんで、2回目かな。今日はこちらのお宿で過ごします。無事に福島のホテルに到着しました、ね、今時刻は3時ちょっと過ぎたところなんですけど、まあ大体約2時間弱かけて、J ビレッジの方から試合のスタジアムの近いホテルに到着したところです。まだ夕食まで18時から6時から夕食なんで、それまでゆっくり過ごしたいなと。これからまあ体のケアをね、トレーナーさんにしてもらうんで、そちらに向かっていきたいなと思います。はい、それでは皆さん、後ほど。どうも、どうも、バラちゃん、今日もよろしくお願いします。あ、今日サッカーやってんだよ。来てるね、バラちゃん。似合ってるじゃん。でもシワクチャじゃん、バラちゃん。多分家帰ったらもうそのままポイしてるでしょ。やめてよ、ほんと。バラちゃん、ありがとう。今日も、もう明日も頑張ろうよ。頑張ろう、頑張ろう。バーモー俊平、健太さん、皆さん頑張りましょうね、明日も。頑張ろう。よっしゃー、ポンちゃん。コンビニでコーヒーを買ったんですけど、寒い福島、寒いぞ、外は寒すぎる。まあ
時刻は9時半を回ったところなんですけど、これから就寝って言おうとしたらもうおかしいね、神々だ、睡眠の方に向かっていきたいなと思います。明日も本当に重要な一戦なんで、今日からね、しっかり睡眠をとって準備を整えたいなと思ってます。明日も試合が1時から、試合なんで、まあ、本当にちょっと朝バタバタしちゃうんですけど、しっかり睡眠だけは確保したいなと思ってます。また皆さん明日起きたら会いましょう。おやすみなさい。皆さんおはようございます。今時刻は7時半を回ったところなんですけど、これから朝食に行ってきたいなと思います。行ってきます。今ある程度準備を終えて、これから軽食ですね、試合前最後のご飯を食べていきたいと思います。行ってきます。これから、ミーティングをして、試合会場に出発します。もう全部荷物を整えてね、髪も自分の中でバチッと試合モードに、整えたわけなんですけど、まあ今日福島ユナイテッドと試合をするんですけど、まあ前節で愛媛FCは、J3 優勝、そして J2 に復帰することを決めましたけど、まあ本当に今日の試合っていうのはものすごく重要だなと。まあ J3 での戦いはね、勝ち抜くことができましたけど、残り3試合試合は残ってるんですけど、まあ愛媛 FC がこれから進んでいく道、そして J2 でね戦い抜く、その覚悟を示す試合になってくるんじゃないかなと思ってます。もう何一つね無駄な試合はないんで、とにかく愛媛 FC が来年 J2 を勝ち抜いて、そして J1 にね向かっていくんだっていう、その強い気持ちを今日の試合から見せていきたいなと思ってます。まあ福島は寒いですけど、寒さに負けず頑張っていきたいなと思ってます。みんなでハードワークして、妥協することなく90分間戦い抜いて、まあ愛媛からも応援に駆けつけてくれるサポーターの方もいらっしゃると思いますけど、そういう方たちと共に現地で喜びを分かち合えたらなと思ってます。皆さんとにかく勝ってまた動画を回したいなと思ってるので、引き続き最後まで誘ってんじゃん TV をご覧ください。それでは皆さん行ってきます。頑張ります。勝利あるのみ。Thank you.
皆さんお疲れ様です、福島のスタジアム、東方スタジアムかな、ごめんなさいちょっと名前が間違えてたら申し訳ないんですけど、福島のスタジアムこんな感じです。ちょっと一周回りますね。じゃーん、スタンドも大きいですね。今日は愛媛サポーターここから僕らに声援を送ってくれてました。じゃん、一周回ります。まあ陸上競技場がねあるスタジアムなんで、まあファンサポーターのね皆さんとの距離は、少しあったんですけど、まあピッチの状態も非常に良くて本当に素晴らしい、いい環境でプレーすることができました。まあチームはね残念ながら1対4で敗戦して、まあ僕自身も出番が今日はなくて非常に悔しい思いをしました。まあチームもね、やっぱり優勝した後のゲームということで非常に重要なゲームだと思って今日臨んだんですけど、残念ながら勝利をね掴み取ることはできなかったです。まあ本当にたくさんの人が愛媛から応援に駆けつけてくれたにもかかわらず、サポーターにねいい姿を見せることができなくて非常に悔しい思いだけが残ったなっていう感じですね。まあ、本当に今日の敗戦というのは僕ら愛媛AC にとっても改めて考えさせられる、このままじゃダメだとそう教えてもらった、そういう試合だったんじゃないかなと思ってます。次はね来週はホーム最終戦、ホームでやれる今シーズン最後の試合なんで、しっかり勝利もぎ取れるように頑張っていきたいなと思います。はい、これから、J リーグタイムの方に僕自身出演するのでそちらの方に向かいます。行ってきます。ありがとう福島のスタジアム、東方スタジアム。これからバスで東京まで帰ります。出発。またお願いします。頑張ります。あだーす、あだーす。リキが誘ってんじゃん TV 見てくれてます。ありがとうリキ。しゃーなしっすよ。しゃーなしで見てくれてんの、うん、もうでもこれ一回今見たんですけど、うんうん、感動した。ちょっとなんかいいこと言ってたから、うん、見てあげようと思って。マジで、うん、優しい。じゃあ再生2を稼いで出させてくれると。ほんまにこれ2あるんですかね。いや分からん、ちょっとどういう感じか。これからもよろしくね、リキちゃん。フィジカル工事の菅さん。最後がいいですよね。え、最後の方が、最後がね、最後の言葉感動してくれた、リキ。感動っていうか、まあ、森脇らしいよね。らしいなって感じした。森脇らしい。森脇らしいじゃないんだよね。なんかこう、振ってるとことか。振ってないんだよ、俺は。ぶれないのよ。これからもよろしくね。いきますよ。時刻は10時、10時です。やっと着いた。これ何時間マジで。いやいや6時間よ、リキ。6時間かけて移動してきました。これから J リーグタイム10時50分放送間に合うかどうか急ぎます。タイガー疲れたね。文句一言も言ってないのよ。タイガー疲れたね。やばい、ちょっと早く行こう。シュンペ疲れたね。やばい、時間がない。やばい、10時今18分なんで、はい、これ今から NHK J リーグタイム10時50分生放送なんで、もう時間ないです。もうバタバタです。これはめちゃくちゃ
これは混んでましたね。めちゃ混んでた。だから福島から、6時間バス移動して今日はね空と一緒に出演なんで、それやばいね、バタバタやね、6時間よ移動、大渋滞はまってね、ちょっとあともう一踏ん張り、空愛媛市をねちょっと日本全国に、そうですね、広められるように、いい伝え方、いい伝え方っておかしいな、しっかり喋っていきたいなと思います。お願いします。はい、ちょっとまあ遅刻したら遅刻したで、いや笑えないか、もうこれはね笑えないで、ごめんなさいってね行くしかないですね。まあとにかくテンション高くいきます。はい、頑張っていきます。はい、なんとか間に合いそうですね。間に合いそうですね、よかった。あ、ちょっとでも本当打ち合わせ、多分打ち合わせなく行っちゃうね、このままスタジオ入り。大丈夫ですか。まだ空いてるんですよ。なんとかなるか。到着。すみません。到着しました。到着です。すみません。疲れた。着いたね。ちょっと更新します。時間ばい。もう35分。放送時間15分前に到着。焦った。10時50分からですかね。はい、もう本当にギリです。告知してくださいね。はい。うん、うわ、これファンデーションですか。はい、ローラーです。うわ、ちょっとテカリ防止で、はい、テカリ、そうですね。すごい、こんな感じなんだ。終わったら、ここフェルにいらないです。あ、本当ですか。はい、一番いらない。すごい、それはこれロイさん、もう時間ないですけど、確かに、こんなもうこんな、もうやってる場合じゃないですか。まだ、でもまだ15分あるんで。バンさんと平瀬さんとか挨拶行きたかったんですけど、ねえ、そら行きたかったです。本番前にね、この後スタジオ入っていただいて、あのオープニングとかの流れだけちょっと確認させていただきます。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと、はい、楽しかったね、そらね。あれ、ボケてるっけ、何でよ、俺の事情からさ。来てる、やっぱ髪来てる、ちゃんと教えてよ。頼むよ、そら。ちょっと うっすら地肌見えてる。あ、やば。アデランス行こう。アデランス。ご機嫌。早さなか。早さな。お疲れ様でした。いやー、楽しかったね、そら。いや、めっちゃ楽しかったです ね。やっぱでも難しいですね、テレビって。いや、ね。なんか、途中から全然入ってくださいってテロップ出してくれたやん。はい、その前なんかさ、もう入っていいか、入っていいか分かんなかったね。うまく喋っていいか。お二人、お疲れ様でした。いやー、疲れたー、ね、楽しかったー、楽しかったですね、本当ね。もう終わりました。あっという間に終わっちゃいましたよ、ね、もうこんなにも40分が早いってなかなかね、いや本当ないよね。すぐ終わりましたね。すぐ終わった、いい経験させてもらったなっていう。また呼んでもらえるよ、そら。頑張ろうや、頑張りましょう、ほんまに。やっぱね、こうやってサッカーもちろん大事だけど、こうやってねスタジオに出てね、やっぱやるっていうのも選手にとってはね大事なことなんで、いや、いいよね、こうやってやっぱ J3 取り上げてもらえるって。そうよ、ありがたいですね。めっちゃありがたい、ほんと。なかなかね、なんか J1 だったらわかるけどね、こうやって J3 の選手呼んでもらって、またねそれを特集してもらえるって、やっぱ幸せだな。ほんと J リーグ対 NHK さんにはもう感謝、感謝、ありがとうございます。ほんと楽しい時間をね。はい、また出させてください。またお願いします。ごめん、それは多分これ誘ってんじゃんって意味だ、多分誰も NHK 関係者見てないと思う。やめよう。いや、やめようじゃないの。やめようじゃないの、そら。本当にうつらんとこじゃないの。楽しかった。皆さん、おはようございます。時刻は今7時45分を回ったところなんですけど、これから羽田の方に向かって出発したいなと思ってます。昨日は6時間のバス移動、福島から東京まで、まあ渋滞もあったんで6時間の大移動して、そして NHK の J リーグタイムに出演させていただくというスケジュールになってましたけど、まあ到着が、ホテル着いたの12時半ぐらいかな、到着したんですけど、まあ移動的にはハードな移動になりました。まあでも J リーグタイムもね、本当に楽しい番組に出させていただいて、まあ本当にいろんな方に支えてもらって、サポートしてもらって、楽しい
時間を過ごすことができました。本当にこうやってね、Jリーグタイムでもそうですし、いろんなところで愛媛 FC を取り上げてもらえるっていうのはものすごく僕にとっても嬉しいですね。はい、今から帰って、また帰ったら練習が待ってるので、しっかりまた移動もやっていきたいなと思ってます。それでは出発しまーす。行ってきます。ゴー。ねえ、怖い怖い怖い、飛行機怖いね。飛行機怖い。いや、大丈夫、ノープロブラム。モリ怖い。モリ怖い。モリ怖い。ノーノーノー。イージーイージー。カインドね。ベンカインド、ベンカインド。ノーカインド。モリーカインド。いやで、すごい優しいね。え、モリ優しいね。時刻は12時ぴったり、松山空港に無事に到着しました。松山めちゃくちゃ今日はいい天気ですね。もう晴れて気温も高くて非常に暖かい感じですね。なんかこの間は出発する時はね、結構寒かったんですけど、なんか寒暖差がめちゃくちゃ激しいっていう感じですね。はい、昨日もまあ、ハードな移動で、まあ、この遠征も3泊4日かな、遠征して非常にハードだったんですけど、まあ、無事に松山到着することができました。そして、試合の方はね、残念ながら負けて非常に悔しい遠征になったんですけど、まあ、しっかり気持ちを切り替えて次ホーム戦えるようにいい準備をしていきたいなと思ってます。次はホーム最終戦なんでね、絶対負けられない試合が あるんで、そこに向かってみんなでまた日々積み重ねていきたいなと思ってます。はい、ということで、まあ、これから練習もあるので、そちらの方に向かっていきたいなと思います。今夜も誘ってんじゃん TV を最後までご覧になっていただき本当にありがとうございます。いつも皆さんにお礼をお伝えさせてもらってますけど、皆さんのサポートのおかげで、誘ってんじゃん TV も続いております。これからも誘ってんじゃん TV の応援を皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん練習の方に行ってきます。またね、バイバーイ。